こんにちは。代わって HAB のスタジオからお伝えします。核廃絶と平和を願うピースデーのイベントが4年ぶりに金沢市の宇達山で開催されました。ピースデーのイベントは県内のさまざまな団体が集い、核廃絶と平和を願うことを目的に1985年から開かれています。新型コロナの感染拡大により4年ぶりの実施となりました。今年で戦後78年目を迎え、県内に住む被爆者の高齢化が進んでいます。こうした中、4歳の時に広島で被爆した西本民子さんが戦争についての記憶を継承していくため、核のない世界を実現する活動を続けたいと挨拶しました。イベントでは被爆者の実際の証言で構成した詩の朗読が行われた後、県内の小学校の児童らが折り鶴を平和の子ら像に捧げました。終盤のミニコンサートでは全員が平和の子らを歌い、核のない世界を引き継ぐことを確認しました。